はい、どうも買取チャンネルです。今回は飛行郵便試験記念切手について買取相場や概要を紹介していきたいと思います。この動画の前半に切手の概要について、後半に買取相場を紹介していきます。飛行郵便試験記念切手とは1919年に発行された記念切手の一種で、国内で初めて飛行便の施行された日を記念して発行されました。発行された額面の種類は 1.5 銭と3銭の2種類発行され、中心に飛行機の図柄が加刷されているのが特徴です。 1.5 銭は青色のインクで印刷され5万枚発行されました。そして3銭は赤色のインクで印刷され3万枚発行されました。どちらの額面も発行枚数が非常に少ないことから希少性が高く、価値も相対的に高い切手となっています。ではそんな飛行郵便試験記念切手の買取相場を紹介していきます。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。飛行郵便試験記念切手の買取相場なんですけど、投稿時点での取引事例を確認する限り 1.5 銭は3000円前後、3銭の買取相場は6000円前後が基準となってきます。多くの買取業者から提示される金額はこれくらいだと思います。一方で切手買取に専門性が高い非常に有用な買取業者であれば、切手自体の価値から考えると 1.5 銭は3万円、3銭は7万円前後の買取相場も期待できるレベルです。ここまで買取相場は異なる理由なんですけど、買取業者が持つ販売経路やモラルの違いです。価値の高い切手ほど販路次第によって買取価格は大きな差が生まれてきます。飛行郵便試験記念切手の買取相場については以上です。買取相場は状態によって大きく上下することから、正しい価値を判断することは困難ですので、もしも詳しい相場を知りたいということであれば、専門家に無料査定などの依頼をして相談することをお勧めします。また、切手は保管状態によって劣化する恐れがありますので、見つけた際には丁寧な保管を心がけるようにしましょう。最後に、飛行郵便試験記念切手をネットで売却することについての可否についても紹介します。売却価格だけで言えば、買取に出すよりも自分で出品して売却した方が高い価格で売ることが可能です。では自分で売却する方がおすすめかと言われるとおすすめです。ただしコレクターアイテムは状態の判断が基本的に難しいので、正しい価値で出品できるかという問題があります。当然下手な出品をすればトラブルに発展する可能性もありますし、適正価格で売れなければ手数料を考慮すると結果として買取よりも利益が下がるような可能性もあります。また高額な商品ほど高く売るためには売却する側の信頼も重要になってきます。なのでネットでの出品方法を心得ていて、適正な情報を伝えた上で出品できる自信があれば自分で売却した方がいいと言えるんですけど、もしも自信がなければ買取業者に依頼する方がおすすめと言えます。ただしこの切手を買取業者に依頼する場合は必ず相見積もりを取るようにしましょう。以上が飛行郵便試験記念切手の概要や買取相場についてでした。この動画の情報は切手カタログやフリマやオークションサイト等における取引事例、スタンプ買取 .net という切手買取情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、他の切手についても知りたければそちらも参考にしてみてください。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。